はい、皆様こんにちは。アースフォトグラファーの辰野忽奈子です、今度私は個展をさせていただくんですけれども、4月の14日から20日までギャラリー銀座という、銀座にある、ギャラリーさんで2階で、個展をさせていただきます。場所がとても良くて東銀座の駅から歩いても2、3分、銀座駅から歩いても5分かからないくらいで、2丁目のあのブルガリーがあるんですけど、そのブルガリーのところを入ったマロニエ通りというところにあるギャラリー銀座さんで個展をさせていただきます。それに向けてこう今いろいろ自分の中でまあ頭も整理しながら、なんでこう、まあ個展をやりたいのかなとか、自分自身でこうまあ自問自答じゃないけど、それをちょっと今日々繰り返しています。で、それに伴って、先日インタビュー動画を、撮影する機会を設けさせていただいて、その動画があるので、ぜひそこで、私の、どういう気持ちでその、まあ、今取り組んでいるのかというのを、ぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、今日は何を喋ろうかなというと、アンカー取り忘れた。アンカーで、取らなくてもいいのかな。一応、まあ、今どのメディアでどういうふうに自分が発信していくかをすごいこう悩んで、まあ、いろんなものを見ているんですけれども、とりあえず今アンカーを始めますね。アンカー始めると最初英語で、まあ、英語、そうだな。Hello everyone, my name is Namiko. I'm a photographer based in Tokyo. Today I'm going to speak about a little bit myself in actually Japanese because I'm Japanese. ということで、このまま、スマホで同時録音をしながら、この YouTube 画面、まあ、というか Zoom の画面で、録音、画面共有をしながら、実は Zoom っていうのはその画面共有で録画もできるんですけど、録音だけもこう2つのファイルに分かれて保存されるので、とても後で使いやすいんですよね。多分その音ファイルだけをこう別撮りしなくてもおそらくいいと思います。あと今こういろいろお試し中期間というか、まあ自分の中で整理しているというか、私もまだまだ学びの途中なので、全然分かってないことすごい多いんですけど、まあ、特に音とかマイクとか、このきっと今すごいあの暖房をつけてるので、すごい雑音というか、なんかこうノイズが入ってると思います。で、今あの照明もつけてるので、照明のザーっていう音も入ってます。で、その状態でどのくらい音がこの新しいMacBook Pro 16インチで撮れてるのかを今日は試して、今度は例えば暖房なしとか照明もまあちょっと変えるとか、まあ、でも今これしかないんでちょっとあれなんですけど、それか後でプレミアプロでこうノイズを削除するか、まあ、どういう形であの発信していったら音が聞こえやすいのかなっていうのと、映像が見やすいのかなっていうのと、本当今研究中 でそれをなんか一人でこうずっといつもパソコンに向かってもう何時間何十時間もいるんですけど、なんかそれをこうせっかく研究中だったら、なんかこうできないことの方が今すごい多くて、でそれを一生懸命できるようにしたくて、で特に今もこのコロナ騒動でなんかこう仕事の納期が1ヶ月伸びたんですよね。あの結構急なピッチで作る予定だった動画があるんですけど、一応それが1ヶ月猶予が公開まで伸びたので、なんかこうゆっくりあの作れることになって、で個展ももう1ヶ月、もうあと1ヶ月とやばい1週間とかが始まるし、なんか全然まだ準備もできてないし、で今この自分が毎日こうなんかなんていうんだ、ストラグリングってなんだ、ストラグリングは、なんだ、
困惑、違う、struggling はなんだ、困惑してるのかな、多分。なんか、いろんなものが世の中溢れてて、いろんなことができるようになって、自分がそれをどれをキャッチしてて、どれを人に伝えて、どれをこう、なんか、which one should I for、living? 生活のため？生活のために、こう、どれを軸にしていこうかなとか、どの分野でどれを発信していこうかなっていうのを正直本当にすごい悩んでて、なんか、もともとお料理教室の先生をやってたんですけど、それで、こう、なんだろう。まあ、それで OL もやってたんですけど、で、バイトとかいろいろスタバのお姉さんとかいろいろやっていて、で、旅行ジムとかもやってて、で、その中で、こう、まあ、一枚の写真に出会うわけですよね。オーロラの写真なんですけど、まあ、そこから私がこう、わーってなって、はーってなって、こうなんか写真の世界にのめり込んでいたんですけど、その辺はあのインタビューに載せてるので、概要欄クリックしてください。で、そこで、こう、なんだろう。まあ動画もできるようになって、って言ってもそこまでもなんか、できるって言えない、なんだよ、仕事として一応させてもらってるけど、私の中ではまだまだ全然レベルがもう全然で、もっともっとこうクリエイティブにもっともっとこうやっていきたいんですけど、まあ、それと同時に、あとスマホで簡単に動画編集が今世の中にできるようになってるわけじゃないですか。昔じゃ本当考えられないくらい簡単というか、ずっともう昔からいろんな動画作り続けてきてるんですけど、今本当に簡単だと思います。もうアプリでピッピッピーってやってもピーでもう、なんか本当ものの5分とかで動画作れちゃうし、それに対しては、なんかこう、発信YouTube に上げるとか、そういうのももう本当ピッピッピーでも本当もう5分とかでできちゃう世の中になって、で広告費ってすごい本当はかかるじゃないですか。でかかるのに、それをなんだろう、多分わかんないけど、飲食店とかだと本当ね、いろんなところに広告載せるにもなんか10万みたいな感じの世界じゃないですか。じゃあ写真家とか動画クリエイターって、例えば YouTube とか Instagram とか Facebook とかにありえるのって無料じゃないですか。で無料なのに私全然ちゃんとできてなくて、なんかこう上げるときにいつも考えすぎちゃって結局上げれなくて、で、なんか私の画像が止まった。Wi-Fi かな？弱いかな？変な感じ。そう。で、なんかこうできてない自分もすごい嫌だし、なんでできないんだろうってこうぐるぐる考えてる時間がもったいなくて、とりあえず今やってみようっていうところまでやっときたんですよ。なんかこうすごい見られたいのに見られてるのが嫌だっていうか、なんだろう。見てほしいけど多分、アンチなこと言われたくないからかな。わかんないけど、なんだろう。なんか、自分の写真見れるので結構多分なんか、裸見られるくらい恥ずかしいっていうか、なんだろう。どの作品をこう世に、なんだろう、見せていいのかってすごいこう悩んでて。動画もそうだし、だから、中途半端なあげるものをあげることがすごい、なんだろう。できなくて、でも、かといって、それが完璧になるなんて、もう、すごい先の話で、結局、まあ、たどり着いた結論は、私は中途半端だ、みたいな。なんていうの。難しいね。一人で喋るのって本当に難しい。でも、これ訓練だと思ってて、なんか、結局講師を、まあよくさせてもらう機会が多くて、
この流れで、うん、例えば私の写真を見て気に入ってくれて気に入ってくれた人がいて、本当、まあこれはすごいなんかびっくりな話なんですけど、東京ふんふんクラブで講師 やらせてもらったんですよ、英語で。でもちろんもうみんなあの来てる人はみんな外国人さんで、わおみたいな、なんか私2時間これ英語喋れたっけなって思うようなね、ことがあって、でそれをこうやらせてもらうのに、一応なんかまあちっちゃい審査みたいなのがあるじゃないですか。写真を送って私はこういう人ですっていう、でそれもちょっと通るのかなって思ったけど、それもまあね紹介だったし、あのその人がすごい私の写真気に入ってくれて、で多分それがこの、あの多分じゃないよ、この写真なんですよ。このタンチョウのこの背景真っ白のこのこうやってあの羽でこうやってなってる美しい姿なんですけど、これは本当になんか自分の中で撮れたっていう気持ちがあって、でなんだろう、すごい私はこの写真が好きで、でそれを見てその彼女もすごい気に入ってくれて、で多分いろいろ私の活動とか見てくれるようになって、で講師やってみないって言ってくれて、で私にできるのかなっていうところから始まったんですけど、やってみねえよって、まあもちろんね、アメリカ人というか、アメリカ人じゃないか、アメリカンか、なんかこうね、もうすごいんですよ、やっぱできる、できないの差が激しくて、多分できない人には絶対言わないけど、できるって思ってくれて、でそこで可能性というか、なんかそれまでもカメラのワークショップとか、日本人の方とかからにね、頼んでもらってやったこととかもあるんですけど、あんまりこう、やっぱ本業カメラマンみたいなところもあって、そこまでワークショップとか教えることをそんなにたくさんしてなくて、でも私自身、ど素人から始めたから、そう、なんかやっぱそのできなかった部分から、そのできるようになった時の一歩、どこが分かんなかったかっていうのが、多分もともとできる人よりかは少しでも分かるかなと思って、資料を一生懸命作って、で結局なんかキーノート70ページくらいになったやつがあるんですけど、それをまあ使って、まあ、ほぼほぼ、なんだろう、写真見せてただけだけど、それを一生懸命まあ英語で喋って、で、やったんですよね。で、なんかやりきって、でもその、やったことによって、なんだろう、すごい、あ、もう全然喋れてないわ、自分みたいな、こう、なんだろう、へったくそっていうか、本当に多分、講師とか先生方からしたら、こんなんで、なんかこう、講師やってんのかっていうくらい、本当へたくそで、で、なんか重くなってきた。そう。それでも、まあでも来てくれた人はすごい喜んでくれて、なんとその後もリピートっていうか、なんかまた来てくれたりとかして、なんかすごい嬉しくて、で、これなんかできるようになったよとか、なんかこれが取れたよとか、あると、やっぱ本当になんか、いや私が言ったことでそんな変わったんなんて、なんかすごい嬉しいみたいなところで、そう。だからもう講師もしっかりとやっていきたいことも一つで、喋るのがすごい得意じゃないから遅いし、なんかよく変に真似されるし、なんかそう、うん、それを克服のためにもこうやって今撮ってるんです。長い、それを言うまでに12分かかった。で、そう、できる限りね、どこまでできるか分かんないけど、資料を作りながら続けていきながら、個展の準備も進めながら、あとノートね、ノートっていうあのウェブサイト、アプリから
記事とか資料が多分購入できるようになるので、それも同時にやっていきながら、うん、とにかく今はもうなんかやるしかないですよね。何者でもないし、超無名だし。自撮りって本当に恥ずかしい。もう本当にアホみたいって思うけど、いや違う、なんか私は本当に YouTuber を尊敬しています。もうあんなにみんなうまく喋れて本当にすごいと思う。もうああ苦手だ。なんか苦手なことはしなくていいかなって思ってたんですけど、得意なことだけやればいいかなとも思ってたんだけど、でもなんか今ちょっとでもやってみようっていう気持ちになったから、やってみようかな。いや続かないかも、わかんない。もしなんか一緒にこう小窓で私と一緒に喋ってくれる人がいたら嬉しいです。うん、あとまあ LINE アットで少しでも今まで関わってくれた方とか、まだ私を知らない方とかと交流をしながら、まあ、何をしていこうかなっていうところに来ているので、まあ、その辺もぜひ登録してみてください。はい、今日はこの辺にしておきます。ありがとうございました。バイバイ。間違えたレコーディング。こっち。違う、消えてない。